スマバトで上位の顔合わせ常連であるヒカルエッジ。カルさんは先ほどのアキさんに負けてしまって敗者側に落ちてきましたが、今回エッジさんがですね、これ確か敗者側から多分1から勝ち進んできたんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、1回戦から敗者側ランニングをすごいですね。名だたるメンバー、サムシカ、タスツヨ、マオ、クサビカタビランがランフェル、ニエトノと倒してベスト6まで、96スタートの6まで登り詰めてきました。カードはドンキーリリー。以前はヒカルさんに軍配が上がっていますが、ドンキー対策を練り上げてきているか、キング復権なるか、それとも敗者側から勝ち上がって連覇果たすか、ヒカルドンキー。まず1戦目、ステージ村戸町、台の上でエネルギーを貯めるドンキ、お互いに待ち合い、いい兵が揃ってジャクジャク掴んで空中になる。おっと掴みを今ヒヤッとしましたね。ギャル攻撃 46% 掴んで空襲メテオが当たって台上でこれ嫌な夢になりそうでしたが、ウェイクで暴れて掴んで、これはしっかり日本で撃墜。 56% 下気を下スマッシュですぐさま取っていく。おめでとう狙っている、ジャイアントパンチも分かっているとしっかり倒して回避を買っていく。後ろ割れたー。あれあれ、これまさかまさか、やまさかね、さすがにそんなことはないよね。今このタイミングで村町の台が帰っていったらちょっと危なかったです。確かに台が変わっていったら面白いことになってますね。スカイミはジャンプで避けてバナナ出して、バナナ拾っていたのはドンキだった。クリスマッシュ、スマッシュ、そうですね、1で1エネルギーを使って撃墜していく。それを分かった上での上スマッシュということでしょうか。エッジガン使って福島へ横火通していく。 34%、 18%、 おっと下火でガードが割れそうだったが、ここはガードを解くことによって最小限のダンスで済ませてコンプナイコン決めていく。これはこれは逃さない、ポイントは絶対に逃さないヒカルドンキー。これです ね、 ましたね、素晴らしいですね。スパイボーとキャラ替えステリカーンしないみたいですね。キャラはこのままで2戦目、終点です、ね、終点、着地狩りをしやすい終点を狙って2戦目、まずはバナナとパンチを貯めて、おっと強くなのかミスなのか、ウェイビーで上まで上がっていって、ここは一発で進んだというところでしょうか。はい、止めて空中の空中前を早くウェイビーを上で暴れている、素晴らしい。空中前、空中前、メテオ、なんで空中しろ、まずはリードを取っていく。メテリー空中前、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 非常に精度高いですね、処理していく空中前、空中前、あーここで枯れなかったですね、タイミング早かった。横ビー、横ビー掴んでる、崖に追い詰めて横ビーが非常に強い。下級をバナナで暴れて上スマッシュ、素晴らしい。
さあ先ほど違って 50% 保ったのは池崎選手は HD 下今日ジャグジャグジャグ前にドキが行くそう俺が福島へフォアギクスはないので蹴っていってジャガでしまったジャガですと判断したら一旦やめてすぐに引いていくそんで冷静ですね空中前が見えたかさあ空中へほぼ1ストックの差が開いてしまっているが福島へ福島さんどうする失敗してる起き上がりに横 B 重ねて HD のペースで試合が進んでいる上スマッシュ上にずらしている上スマッシュもう一回上スマッシュフラッシュはしっかりとビオレッタのおかげで得得していると言わんばかりのずらしちゃったんですがもう一回回避を見て上スマッシュさあ一本攻撃返しましたやはり一度撃墜逃した後もう一度撃墜までの流れを用意しているあたりは上位プレイヤーさすがですねさあステージ1に戻してステージはプププランドを選択ここも台があって天井が低いのでドンキーは非常に強いステージですね掴んで駆除しろ駆除しろ見てもやっている駆除しろ駆除しろ駆除前駆除前ここは台を使って着地していきたいヒカルドンキジャクジャク空中前で暴れて空中下場の方が上に縄りが上に縄りが判断が非常に低く空下は今ちょっと怖かったですね受け身ミスってたら反応で掴みはね、繋がってたかもしれないですね掴み危なかったですね 51% は 130% そうですねこれはバナナでこばして勝っていくがこれ DD としても100%、90% リードしてますが全然嫌ですよこれ大丈夫か大丈夫か怖いうまいさあ空中まだバナナでちょっかいをかけて空中でじりじりとさあこれはうまい横火まだ撃墜には至らないが 80% 回避を通してこことというところで回避着地を通していかないと素晴らしい空中へ空中は撃墜ならず空中へ今度は撃墜爪将棋のような穴のない立ち回り空中へしかし大上で掴めば一瞬で元に戻るぞとヒカルドンキ集中力切らさずに行きたいところ下今日横下スマッシュうまい掴んでここ上げきついその場回避を読んで引きつかみで吸い寄せてまあ後ろ回避の夢だったのかもしれないですけど素晴らしいですねクータル、はい、さあ 33% 取ってクータルジャックメディを狙っているやはり撃墜のタックを豊富ヒカルドンキ 47% 対 70% あっという間に分からなくなってきた空中しろ福島へ福島へ福島へメディを分かっているとしっかりと反応したあとにこれはおっとこれは大丈夫だった大丈夫もう数パーセント50溜まっていればもう危なかったですね本当に数パーセントですねジャイアントパンチあー割れそうだぞ崖の展開で横切り割れるなんてではかなりありましたよ 85% 107% 全然わからないちょっとやっぱ横切りが見えた下今日で、ね、どんどんパンパン出て下今日これがリリーのハンドクラップはうまい空後ろで外に出してもう一度さあ空後ろ下にあるおっと横 B を分かっていたのか上スマッシュ素晴らしい日本練習今ガードで我慢してるとガード割れてしまうので強気に上スマッシュ打ちましたD の337拍子ってありましたね337拍子初期の頃
ガチ部屋でこんなそんなことやられて切れたやつ多分こっちですでしょう。ステージワムラ魂繰り返して2位に持ち込みたい光ドンキ。試合が始まってしまいました。そうウィリーで暴れているがしっかりガードして掴んで空中しろ空中しろ 35%。 そしてこの若い日も何のその下強でどん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 前に下強から弱弱もう一回弱ってところでしたが、ないぞ狙っている狙っている開けて掴んで空中しろ 70% バナナ奪ってさあ掴みをタイミング噛み合って空中しろ台にまず帰って空中しろ空中で降りてここでバナナ横強空中した大丈夫か2回掴んでいるそら掴もうは 141% で 55% 負けば許さない家でバナナ取りつつわかんねえ激水に置いてあったバナナに転倒してしまったってことですかね。さあロボスマッシュ、ロボスマッシュ溜めているビホールドでしているしっかりと激水パーセント把握している。上強上スマッシュ上方向への攻撃もしっかりと使い分けて火力稼ぎに余念がない。上強弱で暴れてちょっとずれずにかけばいい空前弱で暴れて弱弱クイズル空車首取ってテント弱弱ちょっと危なかったがさあ掴んで取り返す。そう台上のお見事。見逃さない光ドンキ非常に素晴らしいですね。うん。はい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 。さあ5000ミリも強くなりました。あ、わかりこれでここで、うん、キャラ替えするのか。はい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 。それまでまあ別にまあ配信呼ばれたやつ実況していくだけだから。はい。了解了解。さあヒカルさん今ステージで悩んでます。エッジさんが今ステージで悩んで5戦目までもすれ込んでステージは終点台の上でのつかみ通し方非常に光ったヒカルドンキですが台がないステージ本当につかむことができるか。まずお互い中距離の読み合いつかみから上につかんで空しろ空しろまずは 30% 前後はセーフに取っていく強気に攻めてきたところを掴んで引き直していく結構ね上強うまい空上がりを読んで連携にお互い割り込み合って首9時前横 B は使って 58% は 110%前投げで崖外に出してさあ崖の上いつも通り勝っていこうという時期下京を当たってだん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 嫌なパテになってきたうまい横 B を引きつかみで振り抜いている見事にそこしかないだろうというところを勝って日本で逆転していくジャイアントマッチで 29% 下京空中前まだ上スマッシュで消せはならないという判断でしょう。これはあるけど横スマッシュバナナを下に投げて掴んで後ろ投げこのパーセントのうちに撃墜してしまえば上スマッシュしっかりとジャンプで拒否して下強上スマッシュ撃墜さあ憂鬱なら 30% 程度のビハインドで撃墜して追いついていく分からないぞディエちゃんと上空に逃げてメテオなんて暮らせるかとジャックジャックパーセントが少し溜まってきた回避を見て前投げ空中前空中前空中前浮き
上がり、駆け上がり攻撃。おっと、ここで空中まで出てしまった。さあ今日はシャスマッシュパーセント追いつく。空中前、さあパーセントからですね。空中前、おっとギリギリ、危ない、危なかった。ガードが満タンだった。ジャグさあ通して、もう分からない、パーセントが、あー飛んでいたが怖すぎる。そのまま回避、入れ込んでいた。下今日空中前、分からない、下 B で割れてパーセント取って、もう分からないぞ。これは空中前回避して、アフロ取っている、うまい。空中後ろ、上 B で、わあヒカルが飛び跳ねる。なんとなんと、壮絶な壮絶な決着。さあさあ、これは壮絶な戦い制して勝ったのは HDD ですね。勝ったのは HDD。